Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです。今日は日本語で、商品レビューとともにメイクのチュートリアルをしようと思います。こちらが今回ご紹介したい商品で、シュガーピルという LA のブランドなんですけども、とってもパッケージが可愛くて、これはなんて言うんだろう、ちょっと厚い紙みたいな、プラスチックではないです。で、開けると鏡がここにあって、4色のパレットの方を今回、まあ、年末ですね、購入しました。で、色がはっきり分かるでしょうか。これがとっても明るいオレンジ、赤、黄色、紫で、全部マットの色になっています。で、もちろん他にもサイトの方にはキラキラしたような締まりカラーのアイシャドウの方もあります。で、まあ海外の YouTuber の中ではとても有名で、発色の良さにとても皆さん気に入っていたので、もういつか試してみたいと思っていて、去年年末12 11月末ぐらいかな、サイバーマンデーで購入して、で12月の中旬ぐらいに、発送になって、手に入ってすぐに来たすぐその日に、もう動画も撮らずにつけていたメイクの上から薄かったんで、上からやって、その写真は Facebook で上げてたんですけども、動画の方を作ってほしいというリクエストがありましたので、やっと昨日インフルエンザから復活しましたので、今日これを使ってやりたいと思います。で、ファンデーションは、今日は MAC の Face and Body、MSF ミディアムとコンシーラーを使って、で MAC のブロンザーでシェーディングをやってるのみです。で、まあ、眉もクラランスのアイブロウペンスを使っています。ではアイメイクいきます。本当に発色が綺麗ので、別にベースも何もつけません。そうすることで皆さんどんだけ発色いいか分かると思うんで。で、まずこういった、これキコのブラシなんですけども、 MAC の239番にそっくりなんですが、これを使って、この黄色いアイシャドウをまぶたの目頭から半分以上かなぐらいのところまでつけていきます。別に目尻の方まで行っちゃってもブレンドするので大丈夫です。で、ここまで黄色が塗れましたら、同じブラシを使って今度はオレンジ、これをこの毛先の方につけていきます。こんな感じの色になります。ほぼネオンカラーなので、これを下まぶたのまつげ沿いに入れていきます。こんな感じになります。赤に行く前に紫を、私が一番気になってた色なんですけども、こちらがポイズンプラムっていう、これ全部名前があります。ちなみにこちらがラブプラスで、ポイズンプラムで、バターカップケーキで、フレームポイントという色で、これ全部別々でも売っています。ではこちらがシグマの E45、 小さめのブレンディングブラシの先に紫の色をつけて、わかりますかね、ここの光の色でどんだけ綺麗か。これで止めてもいいんですけど、やっぱり上まで行こうと思います。
次にだいぶ派手になってきました。赤を同じあの黄色とオレンジに使ったやつで、もう濃いのでもうこの上からこの紫と黄色の間をブレンドします。ちょっと赤も目の外側に出してみようと思います。そしてマットホワイトを、まあ、どれでも綺麗なブラシでハイライトとして使います。今日は全部マットの色です。でもうこの白のままちょっとブレンドしてみます。あんまり普段にはあんまりというかほぼ普段使いにはできないメイクですが、こういう色のパレットを見るとどうしてもちょっとこういうことをやってみたくなるのでやってみました。もちろん幅をすぼめたり全色一気に使わなくても全然いいんで、単色でいつもまあ日常に使えるメイクをやってみてください。ではマスカラを、本当はここまで派手だったらつけまつげまでしていいんだと思いますが、ちょっと病み上がりでそこまでやる元気がありません。いつもの気候のやつです。アイラインをつけるのを忘れていたので、今日カトリスの白、ここまで派手だと黒で締めてもいいんですけど、なんとなく今日は白で、よし、アイメイクができました。では次はフェイス、チークなんですけども、今日はボビーブラウンのポットルージュフォーリップスチークスの、ナンバー6クリームタイプで、こちらは何だろう、ピーチーカラーっていうんですかね、ローズーカラーで、こちらはシグマのアングルドカブキブラシ FE4、あのいつもファンデーションで前に使っていたフラットトップのやつと同じ種類なんですけども、アングルでちょっと丸みを帯びているやつです。最近これでクリーム系のチークを入れるのが私はとても気に入っています。どうもこのカメラで見ると薄くなってるけれど、横の鏡で見るとものすごいついてました。今ちょっと伸ばします。YouTube ではどんな風に見えるのかわからないので、これぐらいにしておきます。
ップもちょっと悩んだんですけども、ヌードにするかもうグロスだけにするか、それともホットピンクをつけるか。ホットピンクはもうこのなんだっけ、ブルジョアのルージュエディションナンバー11、 こちらしかないんですが、これをきちっと塗るとちょっと派手すぎるかなと思うので、ちょっともう指につけて、こんな感じでやめるか、その上にロクシタンのグロスをつけるかというのもあります。ああ、もうこのケースが最近うまくいかない。よし、目がとってもマットなので唇だけでもちょっとピカピカさせても、なのでちょっと中心だけに。よし、できました。どうでしょうか。とっても派手なドラマチックルックになりました。これが今日使ったパレットをもう一度お見せしておきます。で、全色使っています。本当に塗りやすいですし、もう量も本当に大きくて、例えばマックとかイングロットのシングルアイシャドウは同じ、全部同じサイズなんですけども、カメラで一個ずつ見せると分からないですが、横に並べるとこれぐらい違います。で、4つで多分シングルが1個12ドルだったと思うので、全部で48だから多分42ドルぐらいだったんじゃないかな、このパレット。そんな感じでした。で、確かこれは 20% オフぐらいの時に買ったんで、で、本当に発色もうこんなん大好きです。ただ私が前にヨーロッパでキコで同じような紫のシングルシャドウを買ったんですけども、その時にメイクを落としてみるとその色だけ沈着してしまって、ここが紫みたいになってたんですね。で、それがとっても嫌で、それから結構使ってなかったんですけども、前回これを、まあ、動画なしで使って、その日メイクを落としてみたらやっぱり紫だけ残ってしまいました。なので、まあ仕方がないのかなと諦めています。本当に色がとっても綺麗なので、もうこんな感じで本当に綺麗な私の大好きな紫なので、まあずっと残ってるわけでもないからいいかなと。まあ毎日は使わないし、なので、まあとりあえず丁寧にこすらずに丁寧にメイク落としはするようには心がけています。そうですね。で、別にこれ匂いもないですし、で、もちろん私は日本にいて、オーダーして日本に、シップしてもらったんで、シッピングはインターナショナルです。で、ホームページは sugarpill.net か .com で、後でリンク貼っておきますなんですが、全部英語表記になっています。なので頑張ってください。あとは私はペイパルで買ったんで、クレジットかペイパルになると思います。はい。で、このビデオは別にシュガーピルさんのスポンサービデオでも何でもありません。自分のお金で自分で買いました。ただ気に入ったのでご紹介しているだけです。なので、こんなメイクたまにはいいんじゃないでしょうか。今年一発目のドラマティックルック、
気に入っています。もうインフルエンザが病み上がりなんで、ちょっとハイテンションでちょっと喋りまくってしまいました。では次回のビデオまで。 See you next time. Thank you for watching. Bye.